あの、ない。危ない。危ない。怖い怖い怖い。Hey, what's up? I'm Shun. Shunsuke. Shodai. Today we'll be reacting to Red Velvet Green Bar. Red Velvet Bed っていうチーム名だけはかっこいい。だけはじゃない。Red Velvet っていう本当にグループ、めっちゃかっこいい。なんかあれなんでしたっけ？最近出たやつでしたっけ？そう。キングダムの女の子バージョンってことだ。なるほどね。あー。キングダムって何？知らんのかい。確かにキングダムって何だ？確かに。王国か。ああ。王都とか思う。女王国。おぉ。おぉ。Let's check it out! Are you ready? Yes!、Let's check it out! あ、あるあるやつ。AirPods。AirPods AirPods あるある AirPods が大事なのを聞き逃した気がした、今。エアポッツ落ちちゃうことあるじゃん。あ、そう、そういうこと、そういうあれね。だ今、誰かが落としちゃって、あの、マンホールなの。はい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 。あの男が落としたってこと？でもさ、それで落ちて、こんな美女がいっぱいいるさ、世界に入り込めんだ。僕はクイーンだもん。こんなエアポッツは正規品か正規品だわ。正規品だよな、これ。うん、じゃあ。じゃあいいや。だから、あの、車のこことここの隙間に落としたら、哲也としてない。いやいやいや、超かい、お前。綺麗。綺麗。めっちゃ王様やん。オッドアイじゃなかったしかも今カラコママジカラコマえ犬や猫ちゃんで今猫か犬だろ猫かようわいい、いや今のイエーイ犬猫論争どうでもよかった今のイエーイ見たらグッチやでいいコート来てるでいいコート来てるでこれ Hey here we go again はぁ言うてますがなあ紹介してるうんかっこよ、うん、後ろのこれいいねうんきれいうわすげえないやーがいやーが今の人があれシュンが推してた人そうアイリーンだったんだけどアイリーンあのチャミスルのポスターとかにアイリーンが出てんのよ、はいはい、確かにめっちゃ見るのよく、うん、確かに気がするわ綺麗な人やった気がするね、うん、で調べて、うん、めっちゃ好きになったなるほど、ね、あこいつ誰やんってなってそう、の日本で言うさ、うん、好きは好きでしょうの人やな小池百合子ね違う違うう魔法使えるんだ確かに顔綺麗すぎるねあの人いい曲なんかいいねうん、うん、乗りやすい何の商品なのこれ聞いてみたらいいよ閉まっちゃった、うん、えい、ー、俺ちょっと今何て言ってるか分かんないけど歌詞のりこの韓国とかのやつの歌詞のリズム好きなんですよリババッパリーダーみたいなああダダダダダダみたいなビーバッパッパラッまあまあまあちょっとね同じ感じのやつでしょなんでうるしゃくで言うのしかも分からんピーバンババラボと一緒でしょって俺伝わるよいやその後にさやっぱバリラリラリラがあってたからスキャットマンねそう、うん、いいねこのリズムちょっとお前スキャットマンお前のせいやぞかっこよおいこえはピンキウィンキーがいるかもしれないピクシーピンキウィンキーピンキウィンキーピクシーピクシーデレタビーズの世界線じゃない違うんだろ右上太陽の赤ちゃん探してもよ俺デレタビーズによく似てるって言われるあ、似てるわえ、てかさっきさ、うん、ウェイクアップ答えはなんたらって言ったんようん日本語でってことそうえ、マジ絶対言ってないってそれはえ、マジ聞いて韓国語の答えと日本語の答えが一生の同じだったあー、そういうことか聞いてて、マジではいはいやっぱこれかっこいいねうんほらー、確かにタイは先方そう確かに言うてるかも確かにタイはって言うんだ、韓国語で多分どうなんですかねねえ教えてほしいですね、はい、そういうのお願いします
うわこんなこと小金持ちの人が使うやつ、そうだ欲しい、いい、うん、いい声ですね、うん、うわ参加したいこれ、あったいったいよ、いないかいないいないか、かわいい、うん、やばい、かわいいな、これ似合う人いなくね、あのおでっかく2つ止めるやつ、鬼透明感ないと無理よね、太陽いた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 、似てるっては言われるんだけどさ、うん、見たことないよ俺は、テレタビーズ、そうマジ、何の話してんのさっきか全然わかんない、めっちゃキュッて紹介するとテレタビーズどういう話かっていうと、うん、あドラえもんみたいな感じか、そうそうドラえもんなんだよね今ねドラえもんなのよ、うわめっちゃ可愛い、なんか最近お姉さん系がすごい好きだ、うんうんうん、えこれ K-POP の影響なのかな、いや韓国のだって、うん、アイドルってみんなそういう感じだもんね、うん、割と綺麗な感じね、そうそうそう、うん、この人なんて名前なんだろう、知りたい、なんでファンになりそうだね、おい、いやこの人この人やで、いやめっちゃいい、綺麗だね、おい、あ、こう、それこの今やったダンスあるじゃん、うん、これ絶対キャッチーな TikTok とか流行ってるよね、あ確かにこれはね、来るかもな、ね、絶対出るよこれ、え、どうやってさ、こうやってってじゃあそれ、それも流行ってるそれ、とろろご飯食べたいなとろろご飯季節よすげえ、なんかいい、すげえな、でも魔法使い系なんだろうね、魔法だよ、じゃあ、あの魔法よ言ってんだよ、ラディラビーパーパビーバって何やラディパーパビーバー終わったやん今日お前あいえ、うん、じゃあ最後だけ見直しますか、ごめんなさい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 、いやここめっちゃ表情がいい、綺麗、いいな、素晴らしい、ワクワクしてる、うん、見ててワクワクする、うんうん、さっき翔くんが言ったみたいになんか確かにちょっとこういう綺麗めのやつ好きになりつつある、ね、正直な話日本とかであんま見なかったですよアイドルとか、うん、日本のアイドルってさ絶対前髪下ろしてる感じだもんね、確かに可愛い系のアイドルって、今度俺競馬でレッドベルベットって絶対かけるけど1点掛け300万1個予言があるんだけど、ほうさっきの、うん、これ、うん、ああはいはい100% 流行ります、信じるか信じないかはあなた次第です、 Thank you for watching and please subscribe and leave a comment, don't forget to like this video, please follow our Instagram and Twitter, bye!